10時ですね、夜の10時、足柄に到着しました。もうキャンピングカーだらけ、車中泊系のハイエースとかさ、さすが11月3連休、ここで車中泊からのスタートですね。 OK, ready? Here we go!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  Alright!あ、もうすっかりリラックスタイムになってますね。今日はこちらで仮眠してから、仮眠タイム、仮眠、よいしょー、お疲れちゃん、あれブハー、最高。まあなんかこんな感じで音楽をかけながら、動画見ながら、写真見ながら、いやーかわいい、今回の車中泊スタイルです。我々はこうやっておのおの車の中で過ごしています。かわいい。やっぱりスペースは最小限でいいかなと。私たちが長く車中泊を続けていった結果、キャンピングトレーラーとかも買いましたけど、でも結局このスペースで結構こと足りちゃってるよねっていう。やっぱりうちは機動力なんだよ ね、 そうね、行動力というか機動力だね。どこに行くかっていうことが問題なので、そうなった時に大きいっていうのはハンディキャップ。そうね、でそういう意味でこのサイズ、まあ、もしかしたらスパロンが一番いいかもしれない。これちょっとキンキンに挑戦したい、スパロンに乗りたい。そうね、うん、ただこのハイエースが、まあ、私たちの旅のスタイルにはベストマッチな乗り物かなっていうところで、変わらぬままだ ね、まあ、ねずっとね、天然パーマ、車変わってないもん。いや本当昔からやってること変わってないし、変わってないね。そもそも変わらないということは、変わるということよりも難しい。以上、現場からは以上でした。ね、小鳥さん、いらっしゃいませ。おはようございます。富士山、富士山が見える、朝最高、そして朝から食べ物屋さん、うわいっぱい。では、おはー、おい、みんな起きろ。富士さん、朝ごはん行きましょうか。何食べたいですか？これ牛丼がいいかな。蕎麦が食える牛丼屋さん来ました。朝ごはんは牛丼。いいよ。はい、またセッション。朝牛セット。朝ごはんヘビーですね。さすが。納豆牛丼初めて食べます。富士山が雲に隠れちゃいましたが、誰かハンドは。スミヤ。絶対言うと。今日は3連休2日目、行くぞー。久々に山ですね。ねえ、山だね。いつも海だもんね。海ばっかし。バカかってぐらい海ばっかし。この裾野エリアですね、ここね。これなんていうとこですか、土地は。山北町近い。山北町。あれ、もしかして魅惑の近くにいる今。ああ、魅惑の下唇とは、魅惑の下唇というニックネームの友達のことです。この人です。はい、はい、この人ですね。変なおじさんですね。変なおじさん、変なおじさん、おじさん、そうそうそう、アホか。誰が変なおじさんじゃい。今から向かうところはモータースポーツ、モータースポーツミュージアム、ミュージアム、ミュージアムです。はい、行きます。急に山の中ですよ。今回の動画はツバ多めです。やばいって。いや、絵が持たない。マニアックなおじさんたちがわらわらと集まるかもしれません。あと前方に熊本ナンバーのカローラ2、かわいいなって。すっごい真っ青。もうすぐで到着です。
とやってるみたい。めっちゃ懐かしい車だらけ。超ラッキーな時来たわこれ。来ましたね、モータースポーツミュージアム。ミュージアムはこんなか。はい、中にございます。ありがとう。いらっしゃいませ。見て、青かっこいい。見て、美しいでしょう、この曲線。1940年代でこの板金の技術があるっていうのがすごいよな。三菱スタイル。ランチアデルタ、セガラリーっていうゲームで俺が乗っていた車。トヨタセリカ、セガラリーで俺が乗っていた車。そしてスバルインプレッサ。さあ、そしてこれ。伝説の車、ランサーエボリューション。いやー、今見てもかっこいい、この車。ロータリーエンジンです。この後ここ行ってみましょうか。富士スピードウェイ。葵さん、信じてもらえないかもしれないんですけど、さっき僕と葵のすぐ前、目の前にトヨタ協会長がいらっしゃいました。これ本当ですね、ね。もうね、スウェット姿にビニーっていうね、めちゃくちゃラフな姿でトヨタ会長がすぐ隣にいました。信じられない。これいきます。この方2名様でよろしいですか。これもらってきた。ミュージアムすごい楽しかった。よかった。初めてこのゲートをくぐるブリヂストン。すごいね、初めて見たね。母ちゃんもすごいね。なんだこれ。すごい、偶然スープラの深いみたいのに来ちゃった。台数がパーね。いやー、トイレ行ってる間にレース終わっちゃった。すごいですね、これね。富士スピードウェイ。ナミキー・シミナ選手、おめでとうございます。結構なおじさま。そして最後には一番上には僕ら。それでは、今の想定を。
やばいっすね、今日来てよかったね。こんな急車をさ一気に見れるなんて、しかもドライブスルー方式、うん、よし、ランチはこちらラーメン亭満流。よいしょ。さあ、食うがよい。ちょっと近いって、はい、いい感想をお願いします。おいしい。普通こってりラーメン100麺いただきます。うまい。はい、美味しかったね、みんな美味しかったね。あー、10%。なんとニューロード完成です。だから海に出ないの。海に出ないで下田駅の方に出るんだよ。さて、伊豆半島を縦断してきまして、下田市に入りました。まだね、3時、4時前なので、早速海をチェックして、ちょびっとだけチャプローかな。波チェック行きます。いつもの TTD からチェックしていきましょうか。あ、 TTD ですね。いや、その通りです。久しぶりですね、TTD。 イエーイ。まあまあ乗れましたんで。いや、ギリギリ夕方1ラウンド1時間ぐらいかな、楽しめました。次はお風呂行きましょう。さあ、お風呂行きます。お風呂行きます。さあ、何年ぶりだろう、2年ぶりぐらい。港湯アゲイン。こんばんは。いい湯でしたね、葵さん。いい湯でしたね、港湯。いい湯でしたね。めっちゃ温まった。今回も来ました、スパイスドッグ、スパイスデッグ。食べるのに夢中になって撮影するの忘れてしまいました。汚いテーブルの上。美味しかったね、青い。美味しかったね。お疲れ様でした。うよー。
しかったぜ。次は寝床行きましょう。はい、秘密の車中泊スポットです。秘密の場所なので誰にも教えません。車中泊ナイト、車中泊ナイト、私たちしか知らないシークレットポイント、はい、どこにいるかはお話できませんが、いつものいい場所ですね。で、まあ朝起きたらビーチに移動という感じでしょうか。リラックスタイム入りましたけども、なるべく引きで妻は行きたいと思います。そうですね、はい、もっと引きでもいいと思う、ね、そうですね、なるべく距離はね、遠近法みたいな感じでね。もうなぜかというとノーメイクだからです。危ないですね。ね、YouTube にアップできないできないかもしれないほど非常にこうバイオレンス。うん、今日は富士スピードウェイ、すごい良かった。すごく今日あのルーティーンが良くて、最初にミュージアムへ行ったんだよね。そこでトヨタ創業者がどうしてモータースポーツが大事なのかっていうことを彼はすごく真剣に考えてた。なのでお金とかないのに、もうとにかくレース、世界に PR したんでね、日本の車はすげえって。そこの流れで富士スピードへ、ほんで実際にあのホームストレートふーんっていうのさ、体験して、うん、すごい初めての経験。そうだね、うん、モータースポーツに、うん、でさ、場所を変えるとドリフトやってるところある、うん、旧車軍団が、うん、ものすごい数で、旧車だらけ、スープラだらけ、うん、まあそんなわけでね、はい、それと先ほども言いましたけども、私たちトヨタ秋吉とめちゃめちゃニアミスした。ナイツマした、間違いないよね。間違いない。でもね、スウェット姿にニットキャップかぶってたんだよね。そんなポップなおじさんがまさかトヨタ清志とは。でもさ、勇気が出せなかった。あのオフでしょ、プライベートでしょ、うんうん、なんか簡単に俺みたいなさ、下々の者どもが、うん、知能交渉を得た否認で言うんだな、得た否認に値する俺様ごときがさ、トヨタさんにお声掛けするなんて滅相もない。ビビっちゃった。いや、ビビる。いやー、でもね、すごいことだったね。そしてNow we are here. Secret spot. 俺たちももう20年以上この地に通ってるからさ、うん、やっぱりこう動画とかでは今までにも公開したことのない自分たちだけの場所を持ってたりしてます。長くやるってそういうこと。あの人たちももう車中泊歴もう10年以上になるわけですけども、ベテランバンライファーとしてどうですかね、うちのバンライフスタイル。まあまあ、いやマジでハイエース最高。深夜3時です。もうみんな寝てしまいましたが、私は目が覚めてしまいました。深夜3時、素晴らしい天気。朝は移動して入田浜にやってまいりました。波はないですね。行きますか。ちょっできました。今日の朝ごはんはしらす卵かけご飯です。召し上がれ。へいやおへい、水きれいだね。レッツゴー。ダメじゃん。来てよ。へぇー。へぇー。へぇー。行け行け行け。よし。ナイス。ちょっと早かったね。
Hey. My横を向いて、俺の方向いて。何待ちで、顔だけ向こう。そしたらいい波来たらさ、すぐキュッて向けるじゃん。犬が来た。青い犬。気持ちいいね。水があったかい。裏裏裏裏裏来てるよ。裏合わせて。ゴー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 。思いっきりパドル、思いっきりパドル。ゴー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 。いける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 。いける。あー、惜しい。いいぞー。ふふー。青、潜るよ、水中。波来るよ、波来る。ほら。あー、ストップ。いいじゃん。立つのが遅いな。いいところから板走ったのに。さあ1ラウンドは終わって上がりました。波はももセットたまに腰ですかね。今日はかなりショックなことが起こってしまいました。これをご覧ください。またカメラが海の藻くずとなってしまいました。これでかれこれ3台目、4台目でしょうか。もう記憶にないぐらいかなりなくしてしまってます。古いやつでよかったけど、でも悔しい。残念。さあ入田浜ですね。もうこのビーチも通って32年になりますね。小学生の頃から通っているエリアなので、ずっと変わらずこの海は僕たちと遊んでくれます。白いピザ屋さん、あれが僕の友人の家でした。懐かしい。妻ですね。やってきました、いつもの洞窟。やあ、うわー、一歩ずつ腐っております。気をつけてください。さあ道なき道を進むんだ息子よ。おっ、さあでいいのはここまでですね。葵さん、こっから先ぐるっと実は大浜まで歩いていける道だったんだけども、今は落石の危険のため。え、前まで行けてたの？ここ行けたよ。俺何回もこれで大浜まで行ってるもん。あなた海入らない間にメイク仕上がってますね。かわいいわ。エアビーにしてるっすが。ここはもう30年前から変わってない。さあバイバイ入田浜。じゃん、今日のランチはこちら、チャイナキッチンフーマンチュー。こんにちは。アルコールフリー。お疲れちゃん。インタビューです。今日のサーフィンどうでしたか？いっぱい乗れた。いっぱい乗ったよね。うん、I love my song。 お待たせしました。おいしい麺です。おいしい麺、ここでお願いします。じゃあいただきます。うまい。
久しぶりに感動です。チャーハンがうまい。ごちそうさまでした。チャーハンすごい美味しかったです。美味しかった。チャーハンが美味しかった。母ちゃんが母ちゃんは美味しかったよ。良かった。ここ選んで今回母ちゃんチョイス外れなしですね。珍しく。海の中に飛び込むみたいだね、この道路、ね、去年の3連休は、うん、ブランズウィック。あ、そうだね。うん、まあいろいろこう私たちも年間を通していろんな車中泊の旅をするんだけれども、うん、毎年この伊豆だけはさ、うん、ずっと守り続けてるじゃない。11月の伊豆ね。1年のサーフトリップとしては遠出するのはこの3連休が毎年最後、うん、で だいたいいつも伊豆このルーティンを守ってきましたけども、はい、それでは安全運転で帰り道に向かいましょう。はい。こんなに海岸線走るところもなかなかないよ。こんな真横が海みたいな。伊豆半島ならでは悪魔の森ドライブだ。何何、あ、城ヶ崎海岸行ってみましょうか。城ヶ崎海岸最初の15分無料。よし、じゃあ15分で帰ろう。城ヶ崎来ました。吊り橋ね、行ってみましょうか。ここも行った。いいんだ、伊豆塩でしょ。これ行ったでしょ、これ行ったでしょ、これも行ってない、これも行った、これも行った、常連の時も行った。